乾燥機に入れまして、大体2時間ぐらい乾燥させました。一回ここでね、中研ぎを入れたいと思います。ちょっとオイルステンが溜まって、ザラついていたり、全体にちょっとザラザラっとしてるので、一回研いでおかないとね、あんまり良くないので、まずは、600番で、こう、軽くサンディングします。で、600番でサンディングしたら次は800番、800番でもう一回いきます。これでまあ手で触ってもだいぶつるっとまたしてくれましたね。中研ぎが終わりましたので、また、次塗っていきます。今度は布にちょっと染み込ませて、塗っていきたいと思います。擦り込むように塗りたいという感じですね。ちょっとグッと押しながら、筆だと上に乗ってる感じになってしまうからでしょうかね。でも一回ではなかなかうまくいきませんので、何度も塗り重ねます。はい、そうしましたらこんな、今は仕上がりになっています。この後ニス塗り作業ですね、進めていきたいと思います。